ちは。こんにちは。じゃあ、はい、今回は、はい、ちょっと前にですね、うん、前にちょこちょこ釣りに一緒にいてくれてた一宮さんから連絡がありまして、うん、ちょっと今北九州に来るからこれ釣りしませんかと、うん、いうお誘いいただきまして、ボートメバルをしようかと思います、うん、なるほど。うわ、はい、やっとこさ、やっとこさ。なんか徳ちゃんも前に、うん、今度行きましょうってみんなに言ってたところだったんですよね、ちょうど。そうそう、もうかれこれ2年くらいかな。はいはいはい、言い続けてなんかたまたまその一宮さんが予約してくれた船がそこになって、うん、そう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 、はい、うん、釣り岡としてはボートでこうルアーでメバルやるのは初めてなんじゃないですかね。そうね、ね、多分。はい、そんな感じで、うん、まあ一宮さんも船長さんも今待ってるので、うん、早速行きましょう、はい、行きましょう、はい、はい、ではお手を拝借。はい、せーの、はい、えいえいえい。皆さんご機嫌いかがでしょうか。釣りは世界を救うのでしょうか。そんなことより見てみませんか。到着しました。お、なんね。関わらんがよかった。はい、到着しました。到着しました。はい。はい。どうもこんばんは。お、五宮さん。一宮です。こんばんは。どうやら今回両方関わらんがよかった。はい。今回。はい。ノル有給船さん。はい。一応僕のお知り合いというか、はい、はい、船長さんよろしくお願いします、はい、よろしくお願いします。さあ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 、おい、グルーヴさん、はっ、じゃあ早速いくか。はい、そろそろ出船ですかね。そろそろっぽいですね。今日は船長じゃないですもんね。はい、そうですね、気が楽先生よろしくお願いします。お願いします。お願いします。おお、めっちゃ綺麗さ、楽しみや。よいしょ。あれがレインボーブリッジですかね。関門海峡大橋。え、それです。本当？本当本当。あ、おお。まあ、略して関門橋。あ、なんか聞いたことありますね。ある。綺麗。なんで男5人で見よっとやろう。大丈夫。俺一切見ようなかった。誰か一緒にこの景色を見に行きませんか。こちらからご覧ください。ああ、分かった。ちゃんとユッキーんちの住所書いとく。え、住所は困る。お、めっちゃ綺麗。本当や。ちょっと待って、なんでかね。本当や、なんかめっちゃ都会に来た気分や。ちょっと待って、うわー、なんで俺彼女おらんとやろ。まあそれは人間性の問題じゃなか。いやいや、うるせえ。哀れなユッキーをどうかお願いします。あーくそ、あーくそ。さあ行きましょう。ちょっとアジがおとなしい。あ、気のことないっすね。まあ、また出てくるとは思うけど。ということでポイントにつきました。はい、ちょっと早速、なんかアジがいいサイズがピチャピチャしてるらしいので、うん、固定始めに。オッケー、固定始め。なんて言うんでしたっけ。手始め。それです。なんで髪も巻こうとしたってやろね、あたりはね。さあ、頑張りましょう。頑張りましょう。さあ、最初アジング。おお、おお、早い早い。あ、当たった当たった。あ、惜しい。あら、でも楽しそうね。楽しいですね。これめっちゃ当たる、めっちゃ当たる。一番。ロロロロロロロ、お、来た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 。やっと。雪にも来た。おお、あ、雪出るかな。アジ。おい。ゆきじめ、お、丸々人。ちょっと待って、今年一丸々人。ほら、丸々人る。うん、いいすげえ。おえで、なんかお、お、来た来た。これ、あ、バレた、ごめんなさいね。お、よいしょ、よいしょ。また、これ、あれ、全然違う反応が。ライン張っとったら当たらんけど、ラインちょっと緩めただけでまだまだって当たってくる。へえ、やった、ナイス。丸飲みや。なんか船長さん曰く、海水に氷を入れて、うん、そうするとなんか
めっちゃ冷たくなるけん、うん、あの何でしょう、氷締めっちゅうのができるらしいです。おお、あ、すいません、ありがとうございます。その状態で、まあ今多分まだ暖かいんですけど、これでアジをピュッて入れるとすぐ締まるらしいです、冷たくて。へえ、はい、じゃあやりましょう。はい、これが温めるんですけどね、ちょっと待って、すぐ済みますから、ね、あれあれ、いや準備とかしてたからいろいろ ねあー、人のせい、人のせい、うん、あーなるほど、せっかく準備したのに。ほら釣れたよ、ナイス、ほんと言われた、ほんと言われた、イエーイ、ありがとうございます。あー、当たる、おー、しゃべった、おっと引きますね、引くね、青物や、青物。もう徳ちゃんメバルっぽい。え、マジで、マジで、あ、俺メバルや、でけえ、マジ、え、ちょっと待って、おお、でかっ、ごめんなさい、あ、そっちメバルや、ちょっと待って、お、ほんとや、ユッキーのでかかったよ、でかいでかい、ちょっと待ってね、やった、釣れたメバル。ユッキーでかいじゃん、それ。青物やとか言うてしもた、ネギをやったやったね、おえ、てか、これが今回の目的の魚ですよ。そうだよ、うん、やった、ちょっとびっくりしてしもうた早かったね、早かった、はい、20cm 以上はリリースな感じなので、 20cm 以下、 20cm 以下ね、以下、以下、はい、はい、なるほどはい、じゃあリリースします、はい、オッケーなってね、ありがとう。船長の的確な指示のもと、はい、ようやくメバルにありつけました。はあ、ものすごい、おー、アジボイルが始まったね、お、やばい、すげえ、こんなボイルされたら、パシャ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 やってる、え、なんで、なんでアジ、え、嘘、アジってボイルすんだね、こんなに、お、すげえ、後ろバチャ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 やってるよ、すごい。あ、じゃあこっちも氷締めしときます。はーい、ポヒュ、でかいっすね、うん、お、お、ミヤさんも来た、ミヤゾンさん来た、ジュニアさん、今日一応今日やばくない？あれ、やばいかも。ああ。で、でも今日いや、なんか。で、あ、でかい、でかい、これ。ん？あ、あ、でかない？もうね、もうふん。飲まれてる。もうひちゃかちゃ、ひちゃかちゃよ、ほんと。おい。お、大きい。すいません。なんか、アジ釣れちゃいました。大きい。楽しい。めっちゃボイルしてるよ。これ全部アジですか？全部アジよ。バシャ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 やってる。ほらほら、分かりにくいかもしんないけど、おっ、来た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 、おいしょー、ちっちゃいちっちゃいけど釣れました、ナイスキャッチ、ありがとうございます、おめでとうございます、ノイッシュ、さすがアジミヤさん、はい、どうもです、これからやってりますよすげえ、こんな光景初めて見た、すげえすげえすげえ、バッシャ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 、ね、あ、アジア、ちっちゃ、おおお、めっちゃ低いんだけど、なんこれ、でっか、おお、でっかいアジ、ナイス、すげえ、アジング楽しいぞでっかいでっかい、アジング皆さんやります、これキムさんに持って帰りましょう、これでっかいアジ、これ20センチ以上あるっすよ、ほら、ほんとや、おえ、キムさんの晩酌のあて、おえ、キム、アジ刺し大好きだもん、マジで、多分ユッキーは多分ペケリングかな、ペケリング2インチよね、で、俺はキビキビナーゴちょっと待って、サブ短くない、ん、サブ短くない、いやいやいや、おた、めっちゃロング、めっちゃロングロットやしちょっと待って、8フィート2インチ、さっきまで 1.5 グラムか、はい、お、次 1.8g で、ちょっとね、やっぱキャストすんにはね、これちょっとあれやけん、ちょっと重めにした、ま、じゃあエッグアームでまさかのメバリングアジング、やれるはず、やれるはず、やれるそうね、こいつの可能性を見出してくるような、あ、胸牛もで、僕はもうものすごく中途半端に長い方ね長い方そしてあの背景が暗すぎて竿先がなありません、あ、出てきた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 頑張ってさあ、徳ちゃん行きます、短さ超ロングロットちょっと正しい長めでね後方確認もちゃんとしてね、長いけんね、おー、来た来た、おー、しょいしょいしょいしょ、一目で来た、よいしょ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 、4m 飛び寄った時はなくたやね頑張れ頑張れ頑張れ
電車が楽しい。おお、外引く。おいや、そっちが普通の乗ったんだ。あ、当たったけど。おーおー、いやいやいや、あ、来た来た来た。アジングできた。アジングできるぞ、エッグハム。アジングできるぞ、エッグハムでも。行くよ。抜くと。おい、おい、ダブルヒット。もう、抑えなしでも折れない、このパワー。こんだけ巻いても折れない、このすごいすごいすごい、すげえ、おめでとうございます。リッチーめっちゃでかいの釣れたよこれ。でかいでかい、めっちゃでかい、マジや、やばい、100近くある。もうギリギリギリって言うたエッグワームのこのパワーで、パワーで、なんで今エッグワームって言うたんですか。間違えた。エッグワームのこのパワーで。また言うた。エッグアーム。腕ね、腕面白い。そうね、徳ちゃんとね、メバルの位置までね、飛ばん。これはね、全然余裕。むしろちょうどいいぐらいじゃないですか。今日のターン、おいしょー。おるるる、おるるるる、おるるるる、おるるる、きた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 、来たよ。おるるるる、おー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 、ナイスイン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 、マジマジか。おー、でかい、でっかい、でっかい。もうなんか身近がけんかなんか知らんけどさ、うん、何の連れとかわからん。お、でかいでかい、めっちゃでかい、めっちゃでかい。なんで関西弁になったんですか。めっちゃでかい。そうそう。めっちゃでかいって言ったでしょ。徳ちゃんマスターしてきようよ。マスターしてきた。ちょっとね、大振りに合わせた方がよかった。こんだけ、ほらほら、おーしょ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 、格好悪い、意識化、格好悪い。おーしょおーしょ、あー、ありゃ。でもね、やっぱ分かったことがあるね。なんね、え、穴釣りはやっぱこれやりやすい。おお。でもこの長い方は全然キャストも一本持っときゃね、なんとかなるかもしれない。じゃあ続けてどんどん頑張りましょう。はい。右側から寄っちゃってこういうの全く聞こえないですね。なんか嫌ですか。釣れました。うん、うん、ちっちゃいけどね、まだ。メバル釣れました。メバル釣れてない。くそー。メバル、あれ、あれや、なんかいいサイズのメバルの。くそー。メバル釣れました。やばい、釣り上がり。視聴者さん、俺が意地悪と思ったでしょ、今。今、俺が意地悪と思ったでしょ、視聴者の皆さん。ただですよ、今まで散々釣られて、ほぉ、カメラが回ると釣れるんですね、一宮さん。くそ、悔しいよ。ありゃ、よいしょ。エッグアームがやばい。エッグアーム、もしかしたらエッグアームの方、いい可能性が出てきたよ。よいしょ。およ、超楽しい。バラエ釣れるやん。ちょっと胸牛、はい、船に乗って一箇所目でめっちゃ釣れるってなかなかなかよ。なかなかなか。短さ、後ろ。ありがとう。おっしゃ、おっしゃってきた。お、悪いやろ。バルメ、バルメ、バルメ。おじょ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 。引いてる引いてる。チヌ？チヌ？チヌミヤさん。チヌミヤさん。チヌだ、チヌだ。チヌだ、チヌだ。チヌミヤさん。チヌミヤ、チヌミヤさん。そりゃ、そりゃ、ここでやったー、チヌ、すげえ、すげえ、やったら引くと思った、でっか。チヌミヤさん、まさかの、まさかの予想外の魚がじゃないですか、それ。意外、すげえ、やったー。おめでとうございます。チヌガミ様ですね。チヌガミ様。はい、徳ちゃん、普通の竿に持ち帰って本当にメバルを狙ってください。メバルを狙う。あ、食っとる、食っとる、もう多分食っとるよ、お前。あー、次回続く。動画視聴ありがとうございました。次のおすすめ動画はこちらになっております。今携帯スマホでもクリックすると見れますよ、はい、チャンネル登録よろしくお願いします。ありがとうございました。